さあ、ショー GP、3月20日に行われた FWJ ディスカバリーチャンピオンシップスサンパール荒川で行われたこのコンテスト、まさに今年の5月と11月に行われるプロクオリファイ、プロになるためのコンテスト、これに出場するためには FWJ のリージョナルショーに出場することが条件となります。新しい才能の発掘発見があったのか、注目の一戦となりました FWJ ディスカバリーチャンピオンシップス、見てまいりましょう。ショー TV ウェイトレス。さあ、まずはおなじみキッズフィジークからです。キッズフィジーク、しっかりとスタートパンツ着用、メンズフィジークのフロントポーズのバックポーズを練習してきた努力が伝わる一戦となりました。この方頑張ってくれました。今夜は上位の選手と言いましょう。おめでとう。続いてウィメンズアスリートモデルエリートクラスです。メンズアスリートモデルエリートクラス、ビキニとのダブルエントリーだったんですね。この日は斉藤選手が優勝。続いてメンズアスリートモデルショートマン、さあ若い2人、非常に仕上がりの良い2人でしたが、やはりアウトラインのこのミッドセクションが一歩上回った藤倉選手が優勝をつかみ取りました。続いてはメンズアスリートモデルトールメン。さあ、この4名どの選手がこの日の優勝をつかみ取ったのか。この方です。エントリーナンバー5番の竹内修斗選手。彼、学生最後で明日国家試験というね、裏話がありました。続いてメンズフィジークノービス、チャレンジマイナス170です。さあ、毎年このノービスチャレンジからすごい選手が生まれてくる傾向にある。この日取ったのは秋山選手。ノービスチャレンジプラス170。ノービスチャレンジのレベルも上がってますね。さあ、メンズフィジーク、ミッドセクションとこのバランスが評価される競技。優勝したのは山川選手。素晴らしいミッドセクション、そしてアウトラインでした。続いてはビキニノービス。2021年もこのビキニ選手、女性がね活躍することを、期待してのまずはノービスクラスからのスタートです。優勝したのは渡辺舞選手。続いてはビキニエリートクラス。さあ、この日はカラーリングも素晴らしく、コンディションもベストと言えました。岩本選手がビキニエリートチャンピオンに輝きました。続いてはビキニオープンクラス。さあ、エリートクラス、そしてノービスクラスで優勝した2人の激突となりましたが、このビキニオープンクラスを制したのはどの選手だ。そうです、ノービスクラスに続きオープンクラスも渡辺選手、この日2冠達成。ウェルネスというカテゴリーを、ここで初披露したいと思います。続いて日本初開催となった新カテゴリーウェルネスクラス、初開催とは思えない非常にレベルの高い、そしてザ・ウェルネスといった体作りをしてきてくれたこの方。下半身のボリューム、上半身の筋量、まさにウェルネスのね見本、お手本とも言えるでしょう。本田選手が初出場、初優勝を収めました。続いてはクラシックフィジーク、もう FWJ コンテストではおなじみのこの選手が優勝、ミシナ選手。
この日はボディービルディングマスターズクラス、オープンクラスが続けて行われました。マスターズクラス、オープンクラス、4名の企画審査。まずマスターズクラスを制したのは滝沢勉選手。滝沢勉選手ももう WJ コンテストは常連の選手。そしてボディービルディングオープンクラスはこの方、浪平良美選手。どんどんコンディション上げてきますね。続いてはメンズフィジークノービスマイナス168。さあノービスクラス、このねマイナス168クラスも非常にハイレベルな戦いとなりました。もちろん注目はこの2人、アウトライン、そして筋肉量、どっちを取るのか。取ったのは、まあ一歩上だったかな、筋肉量が。竹内選手が優勝。続いてはメンズフィジークノービスマイナス170。いつかの林幸喜選手を彷彿させるこの方、松本選手が優勝しました。ヘアスタイルとあれかな、カラーリングポーズが似てたのかな、松本選手です。続いてメンズフィジークノービスマイナス175。さあノービスチャレンジで優勝した選手がここでもトップ争いを繰り広げます。さあ一番左、ホワイトのパンツです。やはりコンディション、そして筋肉量で、一歩上回っていました。この日2冠達成。続いてメンズフィジークノービスプラス175。さあセンターをキープ、この5人。フィジークは真ん中に行けば行くほど、上位の可能性が高い、まあ、フィジークなら全部のカテゴリーなんですけれどもね。大里選手がこの日は単独だったかな、優勝しました。そしてメンズフィジークマスターズ、年々マスターズクラスのクオリティレベルが上がっています。日本を支える、40代以上の男性がね、本当に昭和時代では考えられない体をしています。優勝したのはこの方、中澤選手。素晴らしい筋肉量、年季の入った体でこの日のチャンピオン。続いてメンズフィジークオープンマイナス170。もちろんノービスクラスで上位の選手がこのオープンクラスでも激突します。さあマスターズ優勝の中澤選手か、この日大注目の竹内選手か。さあ上位3名はやはりチャレンジノービスで優勝している選手がね、オープンクラスで争います。優勝したのはこの方、竹内選手。やはりアウトライン、筋肉量、ミッドセクション、非常にバランスのいい、そしてコンディションもね非常に良かったその選手、竹内選手。続いてメンズフィジークオープンマイナス175。まあ、この4名はもうこの日圧倒的な筋肉量を誇っていたといってもね、過言ではないですね。この上位4名の筋肉量は非常にすごかったです。レベル高いな。さあこの2人の一騎打ち、優勝したのは相葉選手。やっぱりコンディションが断結でしたね。相葉選手はプロクオリファイにも出場しているね、トップ選手でございます。続いてオープンクラスプラス175。このラインナップ、センターは狭間選手。さあこの2人のどちらか注目のところ、優勝したのはこの選手、狭間選手。アウトラインコンディション、ミッドセクション、まさに安定の優勝。いよいよ注目のメンズフィジークオーバーオール対決、メンズフィジークマスターズマイナス170、マイナス175、プラス175、各クラスのチャンピオンが激突します。さあこの4名、やはりコンディション、バランス、サイズ感、どれをとってもね、やはりみんな
なチャンピオンという形のハイレベルな戦いとなっています。さあ、ここでセンターが中澤選手と狭間選手。 IFBB プロフェッショナルリーグ FWJ ディスカバリーチャンピオンシップフレンズフィジーオーバーオールチャンピオン、エントリーナンバー僅差での優勝となったのかな。約1年半ぶりのコンテスト出場、昨年は相葉選手インタビューです。昨年はコロナっていうのもあったんですけども、一昨年プロクリファイの方を出場させていただきまして、まだ自分に体が足りないところがあったので1年、コロナで自粛っていうのもあったんですけども、それで費やさせていただきました。またこれからもっと成長できて、少しでもフィットネス盛り上げられるように頑張っていきたいと思います。この度ありがとうございました。はい、このね、状況の中でしっかりと体を作り上げてきて、大変だったと思います。今日まずオーバーオールチャンピオンということで、次に目標はございますか？5月プロクオリファイ出るかはちょっと、今考え中なんですけども、11月はもう視野に入れてますので、どちらかでしっかり体を作ってまた挑戦していきたいと思います。はい、本日メンズフィジークオーバーオールチャンピオンに輝いた相葉選手にもう一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。 FWJ ディスカバリーチャンピオンシップスの模様をお届けしてきましたが、バックステージの模様、選手へのインタビュー、コンテストがね、1日通してどういう風に行われるのか、こういった部分はFWJ のオフィシャルチャンネルの方で見ることができますので、ぜひ皆さん FWJ オフィシャルチャンネルもご覧ください。FWJ コンテスト単独開催一発目、非常にレベルの高い、コンテストとなりました。もう年末お正月含めてこのコンテストにね向けて体を作ってきた選手の皆様、お疲れ様でございました。さあ、続いて FWJ は4月4日同じ会場サンパール荒川でニュージェネレーションクラシックの開催となります。4月4日日曜日でございます。選手登録、チケット販売も、行いますので、皆さんぜひね、行っておりますので、ぜひ皆さん会場にね見に来て、お会いできればなと思っております。ということで、ショー TV FWJ ディスカバリーカップの模様をお届けしました。それではまた4月4日のニュージェネレーションクラシックの模様もお届けしてまいります。We'll be right back.